モンです。今日もイケモン通信やっていきたいと思います。今日のイケモン通信はですね、これから発売されるゲーム、私がプレイしたいなって思ってるゲームが結構潤沢で、たくさん一気にポンポンポンって出ちゃうなって思ってて、いや嬉しい悩みなんだけど、いやどうしようかな、どのゲームをどんな感じで実況しようかなみたいなね、悩みもあるわけですよ。まだ全然決まってないんだけど、でもとりあえずこれから私が買ってプレイしたいぞって思うゲームについてね、今日はお話ししたいと思います。ではまず一つ目のゲームなんだけど、じゃじゃん集まれ動物の森です。これはね、発売がもうすぐということでとっても楽しみにしてるんだけど、私ね、今まで動物の森シリーズってね、プレイしたことなかったんですよ。その DS のゲームとか、私携帯のアプリのあのポケットキャンプから入った人間なんだけど、このゲームね、癒されると思って今回のね、集まれ動物の森は、まあ、舞台が無人島っていうことでね、まあ、自分の無人島一からその島に住んで、まあ、いろいろ開拓していって住民も増やしていってっていう感じなんだけど、これね、すごくとっても楽しみにしてるんですよ。でね、その今までプレイしたことないから、その今までのね、そのどうもりファンたちのように詳しくないから、こういろいろさあるじゃない、今度のあその動物の森でマップをどこどこを厳選するぞとかね、川の形とかハートの池があるところがいいなとか、そういう何を厳選すればいいのかもよくわかんないから、特にこだわってはないんだけど、なんとなくね、一つその自分の島に生えるフルーツ、もちろんフルーツもね、いろんなところから種取ってこれるっぽいんだけど、まあ、自分の島に最初から生えてるその自生のフルーツはなんとなく桃がいいかなっていうくらいのね、まあこだわりぐらいしかないんだけど、桃のフルーツが生えてる島でね、始めようかなと思ってます。でね、そのこの動物の森発売に合わせていろいろなね、グッズが発売されてるんですよ。まあ、もちろんそのソフトを予約した時に一緒についてくるよっていうその予約特典みたいなのとは別に、なんかいろいろ出てるんだけど、私ね、あの着せ替えを買ってしまいましためっちゃ可愛いじゃんはい。でね、そのグッズの中で今回はなかったと思うんだけど、私が探せなかっただけかもしれないけど、なかったと思うグッズで、私が発売してほしいなって思うグッズがあって、アロハシャツあのゲームの中のタヌキちゃん、そのタヌキチ、マメキチ、ツブキチが着てるあのコノハマーク、動物の森マークのアロハシャツというかカッターシャツみたいなのがあるんだけど、あれグッズ化してくれたら、出してくれたら私絶対買うと思ってなので、まあ、まだ季節がねあれだから、これから夏に向けてこうね、暑くなってきたら販売してくれるんじゃないかなって、ぜひ販売してほしいなって、はい、期待してます。任天堂さんお願いしますはい、そして次に発売されるのがバイオハザード RE3。 これもね、あの発売が、制作がね発表されてからもうすごく楽しみにしてた、絶対プレイしたいもちろんさ、この RE2 のリメイクの方もプレイさせてもらってね、動画も上げさせてもらったんだけど、なんといってもさ、この RE3 は舞台が RE2 と同じなんだよね。あのラクーンシティ、そして時系列もほぼほぼ一緒。そしてそのさ、 RE2 はさ、主人公の2人、男女2人がラクーンシティに到着した時にも街がさ壊滅状態でゾンビだらけで、わあ何なんだこれみたいなとこから始まったと思うんだけど、 RE3 はその RE2 より1日前から始まるんだよね。前日端から始まって RE2 の時系列を経て、さらに RE2 後の時系列も入ってるっていう、もうこれめちゃくちゃ楽しみだよねはい、なんで RE2 のね、実況プレイ動画も上げてるんで、もしね、なんか気になった方とか、まだ自分ではプレイしてないよって方がいたらね、よかったらね、チェックしてみてください。でね、この RE3 のソフトに一緒についてるよっていう、なんかミニゲームって
ぽいものがあるんだけど、それがね、なんかサバイバルホラー、オンラインのサバイバルホラーゲームみたいな感じで、実験者と被験者、まあ、言ってみれば鬼とサバイバーみたいな感じで、この脱出できるかみたいな、なんか簡単に言ったらそのね、デッドバイデイライトとかそういう系の非対称、非対人称サバイバルホラー、合ってるちょっと自分の口に自信がない。そういうなんかミニゲームがついてるらしくて、それのね、情報がちょっとよくわからないんだけど、でももうこのサバイバルホラー、オンラインのサバイバルホラーって聞いただけで面白そうでしょ。こっちもね、実はこっちも結構同じぐらい実は気になってます。うん、発売したらこっちから先にやりたいかもしれないぐらい。はい、そしてそしてお次に発売されるのがファイナルファンタジー7リメイク。これはね、先日体験版が出まして、プレイさせていただきました。やっぱりさ、プレイするともうテンションがより上がってしまって、早く続きをプレイしたいなって、もうその一択こちらもね、ものすごく楽しみにしてます。皆様はね、体験版プレイしましたでしょうか。私のね、体験版プレイ動画も上がってるので、気になった方はね、チェックしてみてください。なんか体験版をね、触ってみた感想は、やっぱりみんなさ、一番の懸念は戦闘だと思うんですよ。どんな感じなんだろうみたいな。特に昔の FF7 のファンは、昔ながらのあの戦闘の感じ、なんかめちゃくちゃ変わってるんじゃないかなみたいなでもね、そのどっちとも選べる感じで、本当に昔ながらのコマンド選択に集中したい人はそっちのモードでできる選択肢もあるし、自分で避けてかわして攻撃叩き込んでみたいなのが好きな人はそっちのね、モードを選べばいいしみたいな。戦闘に関してはね、その人の好みに対応できるように頑張って制作者さん側が作ってくれたんじゃないかなっていうね、感じをすごく受けました。欲をね、言うなら、あえて欲を言わせていただくなら、私ティファちゃんが好きなんですよティファが好きなんで、ティファも動かしたかったなっていうねあのティファの、ティファって職業で言ったら、まあ文句じゃないですか。あの文句のティファの攻撃のそれぞれ叩き込みを、まあちょっと一回動かしてどんな感じか見たかったなっていうのがあります。まあ発売されるまでのお楽しみと思ってね、楽しみに待ちたいと思います。はい、そして次に発売されるゲームがプレデターですこちらがね、どういうゲームかっていうと、まあ、簡単に言ったらプレデター側と人間側に分かれて、もう狩るか狩られるかみたいな、倒せるか倒せないかみたいな、逃げれるか逃げれないかみたいな、まあ、サバイバルゲームです。そのさっきもさ、バイオハザード RE3 にちょっとミニゲームがついてくるよみたいな、非対称のマルチオンラインサバイバルなんかホラーゲームみたいなのと同じ感じのゲームだから好きなんだろうね、私がこういうの、もうデッドバイデイライトみたいなやつが。はい、でこれがね、発売されるということで、プレデターってさ、あの映画でもあるでしょ。だけど私プレデターの映画は見たことないんですよだから純粋なプレデターファンというわけではないんだけど、もうこのシステム、その鬼と逃げる側に分かれて、あの戦うよっていうのが単純に好きなので、これが面白そうだなと思ってます。そしてさ、あの13日の金曜日、ジェイソンのゲームを手掛けたあの制作者さんが出すゲームということで、もうこれ面白いんじゃないかと思ってます。ただね、めちゃくちゃ FF7 と発売日がね、近いんですよそう、なんかめちゃくちゃ近いから、もうちょっと間隔空いてくれてたらなお嬉しかったかなとでもきっと買います、プレイしますっていうね、感じです。でね、なんか3月末あたりに体験版じゃないけど、そのお試しでちょっと遊べるみたいな感じなんで、そちらもね、ぜひやっていこうかなと
で、なんか発売のそのプラットフォームがプレステ4と PC も出るっぽいんだけど、いやどっち買おうかなみたいな、クロスプレイとかどうなってるんだろうとかね、まあ、私その情弱なんで、情報弱者なんでいまいちね、まだちょっとちゃんと情報あされてないんだけど、いろいろとね迷ってるんですよ。うん、でもね、その3月末のその私有プレイがちょっとね楽しみ、早くやりたいはい、といった感じでですね、とってもやりたいなって思ったゲームがポンポンポンと発売されて、とっても嬉しい反面、中にはいやなんでこんなに発売日が近いんだっていうね、まあ、ある意味嬉しい悲鳴というかねなんですけども、実はそれに加えてやりたいと思って買ってるんだけど、まだプレイしてないゲームとかもね何個かあるんですよ。なんでこうどんどんとおなんか溜まってきたなみたいな、はい、嬉しい悩みにね埋もれております。うん、どのゲームをねどんな風に実況しようかなとか、まだ全然その決めてないんだけど、うん、まあ全部できたら一番いいよねはい、といった感じで今日のイケモン通信、やりたいゲームが潤沢、とっても嬉しい悩みですといったね内容でした。今回もね最後までご清聴くださいましてありがとうございます。やりたいゲームが私と同じだった方、楽しみですね。その日を満を期して全裸待機で待ちましょう。はい、ではまた次のイケモン通信で、じゃあねー、バイバーイ